はいドラマーの倉橋です、えー、今回はチェンジアップのに第2弾そう前回はシングルストロークで今回はダブルストロークですねえっ、ー、と203連どうでしょうかね皆さんあのー、203連ちょっと難しくてわからないなっていう人は結構いると思いますまあねこういうのでちょっと少しずつ練習したりあとねコンピングの時,時にやってるああいう練習方法で203連をつかんでからやってあげるといいですね 前回203年の、えー、と読み方ね、やりましたね。あれも大事なんで、そちらの方も、ね、参考にしてみてください。さてさてさて、中級の、ね、デイリールーティーン、トレーニング、まずはデイリールーティン、これ,はこれですね。えっ、ー、と、ダブルストローク。チェンジアップをダブルストロークでやってきます。さてさて。 はいこちらですね不明に出てきましたなんと前回と全く同じです <laughs> 手順が違うだけねじゃあなんでそんな動画なんか上げる必要ないじゃんみたいな感じするでしょね甘いですねそれは <laughs> まあでもねまあややってることは同じですけどえっ、ー、とダブルストロークになるだけでねちょっと違いますから例えばなんで違うかっていうとそうですね。 例えばね3連符シングルストロークでねねこれとダブルストローク同じ音符ですけど同じことやってますけど聞こえ方違くないですかねダブルストロークの方がなんかゆったりとしてるように聞こえるというか。 これは大きく捉えてるからっていうこともあるんですねまあなのであのー、要するに体の中は同じ音符でも感じ方違うってことです、ね、そこら辺をやっぱり鍛えていかないと、ね、いけないということですねえっ、ー、とそうですいきなりこれやるいやちょっとこっち説明しようかなそうです 実はこの譜面には右のページがあってこんなことが書いてあります。203連と3連分の時にバスドラム入れてくださいってことなんですね。あのー、左足を、ちゃんとリズムをキープし,してくださいってうるさーく言って、なんでこんなにうるさく言うんだろうなーって別にバスドラムでもいいじゃんって思った人もいると思うんです。まあバスドラムでも構わない,構わないんですよ。なんですけど、こういう練習をしたいがためにあの左足をしつこく言ってたんですね。 えーとこれ、4拍3連なんですねああの、足が、バスドラムが。4拍、4拍子ですか四拍ある中で3つに分かれてるんです。ということは、これ、3拍子ですよね。まあ、そういう練習なんです。だから、そういう練習を取り入れていくと、あの非常にリズム感も良くなるし、応用も効くようになるという話です。で、そういうのを最初のうちにね、トレーニングだけをこうしといて。 いきなりなんか難しいことやっても絶対わからないのでこういうことから徐々に徐々にねあの基礎トレーニングとしてこうリズム感を養っていくわけです。これあの上の譜面と2百3連の譜面と3連符の譜面ありますけどバスドラムのパターン一緒です書き方が違うだけでね一緒なんで。でこう説明してますけど例えばね4拍子で今みたいな3連符の ダブルストローク部を3連符で叩くと多分この青いような、ねえー、と割り方で感じてると思うんです6つずつで割ってると思うんですねワンツースリーフォーワンティータツーティータスイティータフォーティータワンティータツーティータスイティータフォーティータ音符自体は、えー、と3連符なので1拍ずつで3つずつっていうふうになってますけどダブルストロークになるとそういうふうに割り方をしてると思うんですなんですけど こういうい捉え方ねこれねスティッキングから捉えるとこう捉える方が自然なんですね4つずつでただ4拍子っていうことで捉えてるので青い方が普通の捉え方になってるわけですなんですけどこの赤い捉え方っていうのをこれ覚えとかないとねあの叩けないフレーズとか出てきますどんななのがそういうういになるっていうと 例えばそうですねフラムタップとかねこれ6つに割ってるようなこまできないことないですよ6つに割やって考えてると多分難しすぎちゃうんですよフラムタップっていうのはやっぱり4つ1組のものですからねなので赤い取り方してないと多分できないと思われますね速い曲でねそんなの入れてくれなんていうふうになるとそういうの要するに同時 に捉えるとかまあ、まあ、赤い方も捉えてないと同時に取ることもできないですよね。まあそういうことなんです。そういうものをここで鍛えておきましょうという形ですね。えっ、ー、と、そうです。あのポリリズムっていうね、えーと。2つ以上のリズムを同時に捉えることですね。ポリリズムね。まあ、こういうので訓練していきましょうと。とチェンジアップを普通のトレーニング、チェンジアップだけやってるだけじゃなくて、こういうようなね。 あの応用の仕方も覚えていきましょうということですえっと四拍えっと三連ですけどこの下の方の三連符の方から練習するといいと思いますトン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 ンワンティータワンティータワンツティースイータワンツティースイータワンツティースイータこうなってるわけです えと今の数え方とかね覚えていくといいですねえっ、ー、と3連符は1ティッター2ーティッタで203連になると1ターティスイッターティになりますけど今度ね4白3連の1つティスイッター4はねちょっと言ってもいいんですけどあの省略してますでね3連符が1ンティッタ203連,20連は1百三連はワンターティ 四拍三連はまたワンって一旦に戻るんですこういうふうになってるんですね。これねどん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 こういうのをやっていくとあそういう法則があるんだっていうふうなのがねどん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 分かってくるまあ当たり前のことなんですけどね,ね当たり前のことなんですけどまあ、発見するわけですよ。ね、そうですこういうもんですけど例えば203年の時ねあの前回「ワンタたンっていうふうに「ん」を入れるんだよっていうのがありましたけど例えば ワンタンティースイタンティーワンタンティースイタンティーっていうふうにしてるとこれは半分に割ってるんですよそうじゃなくて三つに割るってことはワンタンティースイタンティーワンタンティースイタンティーねこういうふうに取るってことですね。これができるかできないかで歌い方も変わってくるよってことですね。なんかワンタンだったりねあのー、タンティーでなんかパンツみたいな <laughs> 感じですけどまああのー、おかしな 言葉ですけど、まあ、もう、この際ね、あの、そんなかっこよくなくたっていいです。<laughs> 覚えてしまえば、勝ちですから。<laughs> じゃ、あちょっとやってみましょうね。あ、メトロノームね。そう。そう、音量をね、大きくすればいいんだ。 えーっと最後危なかったな <laughs> 次がこれか <laughs> バスドラムを入れてねダン もうちょっとねテンポ上げてもいいですけどテンポ上げた方が楽なんですよね。 テンポげた方が楽ですこんな感じでしょうかねちょっと難しい感じですけどえっ、ー、とこれでね何て言うのかなこれはあのバスドラムの方が3拍子になってるだ4拍子と3拍子を同時に感じるとかそういうこともこういう訓練からこうできるようになってくるわけですねあのー、曲によって難しい曲だとね4拍子から3拍子にチェンジするなんていうこともあるんですけど こういうい訓練をしとけば、ねあのー、できますあとはこれからねどん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 応用することができるようになるんですねでもすごく難しいですよまあこれですら結構難しいですけどこれがさから入り口になるっていう感じですね,ねこれだけでも結構面白いことができますのであのー、トレーニングですからねそう少しずつやっていくのがいいと思いますはいじゃあ今日はここまでですありがとうございましたドラム教室やってます えと無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っておきます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。